book Joey's reaction. 今年のオールスターゲームも、大谷翔平、ロサンゼルスエンジェルスは、DH としてスターティングラインナップに名を連ねる。昨年に続き、今年もファン投票で選出された。昨年は、DH だけでなく、先発投手としてマウンドにも上がった。今年も、その可能性はあるのだろうか。今シーズン、大谷翔平は、14登板で81.0イニングを投げ、奪三振率12.33と良し球率2.22、防御率2.44とフィップ2.42を記録している。このまま行くと、次の登板は、7月13日になりそうだ。オールスターゲームは7月19日なので、中5日で投げることができる。7月7日までに、ア・リーグで80イニング以上を投げている投手の防御率トップ10は、以下の通り、ここには、イニングが、チームの試合数1未満、規定投球回未満の投手も含んでいる。大谷翔平も、その一人だ。このスタッツからすると、オールスターゲームの先発登板が有力なのは、25歳の若きエースと39歳の大ベテラン、シェーン・マクラナハン、タンパベイレイズとジャスティン・バーランダー、ヒューストン・アストロズだろう。マクラナハンは、7月8日に登板し、6イニングを投げて、1失点、自責点1に抑え、防御率を1.73に下げた。マクラナハンもバーランダーも、前半最後の登板から、オールスターゲームまでは、14日以上となる見込みだ。もっとも、最近の登板に限れば、大谷翔平も先発投手の候補となる。6月16日以降の4登板は26。2イニングで自責点0だ。直近の3登板はいずれも2桁の三振を奪っている。この快投が続けばマクラナハンやバーランダーらを抑え2年続けて先発マウンドに立ってもおかしくない。今年のオールスターゲームでア・リーグの指揮を取るのは、アストロズのダスティ・ベイカー監督だ。まだ、メンバーは確定していないが、その中から誰を先発投手として起用するかは、ベイカーが決める。大谷翔平。またホームラン損した120メートル台飛球も回収された。アンラッキーゾーンにはまる現地実況。去年だったら 100% で HR エンゼルスの大谷翔平投手が3番 DH で先発出場したこの試合の5回表。球場に施されたホームラン対策によって大谷翔平の大飛球がアウトとなり、惜しくも幻のホームランとなる一幕があった。2番。トラウトの24号3ランでエンゼルスが先制し、エンゼルス3から0で迎えた5回表、無視1塁の場面で第3打席を迎えた大谷翔平は、カウント3から1からの5球目、オリオールズ2番手、ベイカーの投じた外角のストレートを強振し、左中間方向へと伸びる大飛球に、しかし、あと少しで第19号に乱かと思われたこの打球はスタンド目前で落下し、オリオールズのレフトヘイズがフェンスに背中を接触させながらキャッチ、レフトフライに倒れた。実はこの試合が行われたオリオールパークアットカムデンヤーズはかねてより出やすいとされていたホームランへの対策として
レフトフェンスをおよそ8メートルずつ後退させ、フェンス高を1、7メートル上げる改修が施されたため、フェンス前には昨季までスタンド部分だった身長部分である魔のゾーンが出現。大谷翔平は前日に行われた試合の第3打席で放ったホームラン性の打球も、このゾーンに落下し、幻の一打となっていた。推定飛距離393フィート、119.8メートル。打球場ならば、もちろんのこと。昨季までならば、オリオールパークアットカムデンヤーズでもスタンドインしていたはずの大飛球が、球場の対策によって、これで2試合続けて幻となった大谷翔平に、アベマの実況が去年までだったら 100% 入ってるって、現地実況も言ってますと水を向けると、解説の高橋久典氏も、エンゼルスタジアムなら言ってるでしょうね、とコメント。視聴者からは、この球場レフト、広すぎ www、この球場嫌い、マジかよ、あれでも入らないか、レフトスタンドへ大飛球、フェンスおかしいてー。アンラッキーゾーン、昨日と合わせて2本損したといった様々な反響が寄せられることとなった。大谷翔平が救援選出5例となる8試合ぶりマルチ安打。オリオールズ本拠地拡大の先例も受け19号は幻に8日、日本時間9日、MLB オリオールズエンゼルス、ボルティモアエンゼルス大谷翔平が3番 DH でスタメン出場。相手の先発は右腕ウェルズで、今季は7勝4敗。防御率3.09の好成績を残し、大谷翔平は初対戦となる。その第1打席は一四一塁。変化球に当てただけの打撃となり、1、二塁間への内野ゴロに倒れた。一塁に残ると、すかさぐ2投を仕掛けたが、判定はアウト。第2打席は、トラウトの24号3弾で先制した直後だ。続けて、快音を響かせ、左前打を放った。第3打席は5回無失一塁。ここでは不運に見舞われた。大谷翔平の放った打球は快音を残して、左方向へ描いた放物線。行ったと思いきや今季から左翼が拡大された小郡の、本拠地カムデンヤーズは何せ広い。左翼フェンスを8メートル後退させ、フェンスの高さも 2.2 メートルから4メートルに変更。その球場の餌食となり、左比に終わった。それでも3点リードの7回西の第4打席では左前に運ぶヒットで、8試合ぶりのマルチ安打。この日は、試合途中にオールスターのアリーグ DH 部門にファン投票で選出されることが決定しており、しっかり花を添えた。翔平、あそこなら入るぜ。トラウト、HR 対策で下がったレフトフェンスを避けてポール際に24号3弾、完全復活。HR 拒否フェンスエンゼルスの大谷翔平投手が3番 DH で先発出場した試合で、3回に大谷翔平のチームメイトトラウトが
開催地であるオリオールパークアットカムデンヤーズに施されたホームラン対策への攻略法を示すかのような先制アーチを放った。両チームとも無得点で迎えた3回表、エンゼルスの攻撃。1-1。二塁の場面で打席に入ったのは、このところ調子を崩している2番トラウト。そのトラウトは、オリオールズ先発、ウェルズが、カウント0から1から投じた2球目。ほぼ真ん中に甘く入ったスライダーを鋭く叩き、打球はレフトのポール際へと伸びる大飛球に。これがポール上部を巻く第24号ホームランとなり、エンゼルスが3点を先制した。この試合の開催地であり、オリオールズの本拠地であるオリオールパークアットカムデンヤーズは、出やすいとされるホームランへの対策として、今季からレフトフェンスをおよそ8メートルずつ後退させた上で、フェンス高も1.7メートルほど上げる改修が行われた新仕様となっており、前日の試合では、トラウトと大谷翔平が、あと少しでホームランかというレフトへの大飛球を放っているが、いずれも、昨季までならばスタンドインという位置でのレフトフライとなっていた。しかし左右のポール際であれば、こうした回収の影響はほとんどなく、トラウトの一撃は、まさに同球場の攻略法を身をもって披露した形となった。こうしたトラウトの一撃に、視聴者からもトラウトホームラン来た、ゴルフスイング系ホームラン、オールスター祝砲か、完全復活。HR 拒否フェンス、今度は7メートルくらい高くしようかなといった様々な反響が寄せられることとなった。なお、大谷翔平はこの試合でも第3打席で飛距離約120メートルの大飛球を放ったが、左中間でキャッチされてアウトになっている。